創作歴史ドラマ小三郎伝剛情記。合理主義と情の人々を広めるため湊かおる作。登場人物赤松小三郎。幕末の兵学者、政治思想家、上田藩士。五回生工場昇格、新井仁。アーネスト佐藤、イギリスの外交官。横浜の公使館を拠点に活動、森山隆。ヴィンセント・アプリ、イギリスの騎兵士官、大尉。赤松に英語を教える、大谷俊之。ハリー・パークス、イギリスの駐日公使、佐藤の上司。新井仁、トーマス・グラバー、イギリス人。グラバー商会を経営、佐藤の盟友。東郷平八郎、赤松小三郎の兵学の弟子。連合艦隊司令長官として日露戦争に勝利した宇治家信樹。その1、京都の夜の闇は深く。1867年慶応3年9月3日、京都五条東の東院通り。京都の夜の闇は深い。送別の宴を終えた赤松小三郎は、名残を惜しむ門人の野津七次と別れ、通りを宿舎へと急いでいた。目的を半ば果たせぬままの故郷への帰還は心残りもあるが、妻の高の顔を見るのは楽しみでもある。お高さん、すっかり遅くなってしまった。すぐ帰ると独り言をつぶやいた小三郎の目の前に人影が飛び出してきた。動体視力が殺気をまとったような相手の様子を見て小三郎は全てを察した。中村君。人影は一瞬うなずくとためらいもなく刀を振り下ろした。小三郎は刀を抜く暇もなく、理由を問いただす時間もなく道に倒れた。近づいてとどめを刺した中村半次郎は、小三郎の唇がかすかにと動いたように感じた。後ろから挟み撃ちにした田代五郎左衛門に中村は斬首するように促したが、田代はごくりと喉を鳴らすと後ずさりした。中村は息絶えた小三郎に近づいたが、やはり昨日まで塾で教えを受けていた死の首に刀を当てる気にはなれなかった。ためらううちに通りに散らばっていた数人の見張り役が辺りを気遣い、二人にその場を離れるように促した。その後、四条通り東の通りの角に一枚、三条大橋に一枚、残環状が張り出された。そこには当時よく行われた攘夷派による天誅のような犯行声明が書かれていたが、事実は坂本龍馬よりも早く議会政治を唱え、人民の平等を訴え、普通選挙まで提案する赤松小三郎の塾で学んでいた門人の犯行だったのである。その2、泥沼の上の横浜岩亀楼。1864年元治元年11月の夜、横浜の沼地に建てられた偉人専用の遊郭岩亀楼は、毎夜きらびやかな外観でたくさんの外国人、それに関わる日本人を引き寄せていた。赤松小三郎はイギリス公使館の騎兵士官アプリン大尉を訪ねた。日本の風情をそれとなく強調した家具調度と外国人に合わせたテーブルや椅子が畳の部屋に並べられ、三味線の音色が響く中、美しく着飾った遊女が笑顔を作ってもてなしていた。アプリン大尉はこの遊郭で6日前に赤松小三郎の訪問を受け、英語の騎兵術に関する本を貸した。今夜返しに来るというので
子供のような手伝いの女に内容を伝えるのに苦労していた。私の部屋来る？私ない。いい？同じお世話。案内する？来る。分かったか？今、分かった分かった。でこちらでございます。お連れさんがお見えになりましたよ。ああ、よかった。この程度の簡単な話が通じないのですよ。それは大変でございましたね。まずはお借りしていた5本お返しいたします。ありがとうございました。たった6日で全部読めましたか？携帯の展開のところでわからないところがありました。それとイギリス式の軍帽をかぶるにはやはりこの曲げは切った方が良いでしょうか？おう、本当に全部読んだのですね。失礼ながらあなたの英語はオランダなまりがあって聞き取りにくいので読む能力も少し疑っていました。今までどこで英語を？独学です。長崎の海軍練習所で勝海舟先生について蘭学と兵学を学んだだけですから。アメリカ派遣の艦輪丸には乗せてもらえませんでした。身分が低くて選ばれなかったのです。それに老中の松平忠方様が、松平、我が上田藩の藩主にして老中であった松平忠方様が米国との日米修好通商条約を勅許なしで結んだことが罪とされお役から外されました。勅許？天使様のお許しのことです。天使、サン・オブ・ヘブン、帝のことですか？はい、確かに偉い方ではありますが今日の御所から一歩もお出にならず周りも外国の事情にも疎い方ばかりなのです。お許しなどこれまでもいらなかったのになぜか井伊直輔様が必要とおっしゃって。そうですか。今松平はどうしていますか？残念なことにその後上田の生糸の輸出に力を入れられ順調に行き始めた矢先に急にお亡くなりになりました。それはお気の毒なことですね。忠方様は合理的で情にも厚いお方でした。私はイギリスの進んだ物事を学び忠方様のお心に沿ったことをしなくてはなりません。ああ、これがこの前申しておりました私が翻訳して出版した本です。ヤゴロの金、オランダの小銃の分解図。おお、これはわかりやすいですね。あなたがオランダ語から日本語へ訳したのですね。売れましたか？いいえ、さっぱり売れず借金で苦労しました。これはいつ出しましたか？1858年です。もう古いです。いや、あなたが早すぎたのですよ。この頃なら日本ではこの銃は最先端です。この価値がみんなにはわからなかっただけです。そうなのですか。私は今藩から小銃などの武器を買い付けるお役目を仰せつかっているのです。今は英語を早く身につけてイギリスの兵学を日本に広めなくては。どうぞよろしくお願いいたします。いいですよ。ところで、あなたが長崎についていったミスター・カツのことですが、噂では彼は簡単な計算ができないと伺ったが、本当ですか？日本では銭は不浄のものとされているので、ご身分の高い方は勘定などなさいません。下の者がする習いです。それにカツさんの口癖は、売っちゃっておけというのです。物にこだわらない方なので、細かいことは下の者がいたします。私は内田先生のマテマテカ塾で数学を習いました。お、それはよかった。私は騎馬隊で警護を担当しているのですが専門は兵站ロジスティクスです。戦は兵の命を守り勝つために十分な準備をすることが肝要。計算をもとに積み上げなくてはならない。英語でそのことが教えられるなら私も張り合いがあります。こちらこそかたじけない。イギリスから新しいことを学び、身分に関係なく意見を言える新しい国を作り、日本も世界に追いつきたいものです。それでは今夜の授業を始めましょう。はい。赤松は和紙の束と矢立てを構え、アプリンは参考となる新しい英語の本を開いた。その3、イギリス公使館、馬房にて密談の2人。1867年、慶応3年、春。まだひょろひょろした枝に小さなつぼみをつけたバラの木を、アーネスト佐藤は見るともなく見て、庭を突っ切り馬房へ急いだ。
佐藤を待っていたトーマス・グラバーの顔には疲れと焦りの色が浮かんでいた。いかがですか、前回納入したバグの具合は。バグは申し分ないのですが、別の方が思わしくないようです。そうですか。やめやめ、他に人がいないのに他人行儀はやめだ。馬もほとんどいないしな。アプリン隊が警護隊と一緒に仕事に出ている。あの堅物か。それで何が思わしくないんだ。バークス卿が対君の徳川義信様に配慮してから貴族的な雰囲気にすっかり参ってしまい、このまま大君と帝が一緒に新しい政府を作るのも良いなんて言い出してさ。それは困る。内戦なしに新政府ができたらこっちは商売上がったりだ。おまけに長崎で西郷吉之助と会ったら国民議会を作りたいだの、貿易を組合方式でやりたいだの、よまいごとを言い出して困ったものだ。西郷、君の知り合いの国務委員議会だって、この鉄道もない遅れた日本でか。狂気じみていると真っ向から反対してやった。組合方式はアヘン戦争の前に関東でやっていたものをこっちが潰した方法だ。イギリスの貿易の利益を損なうとパークス卿も怒っていた。組合方式のことを日本人がどうして知ったのだろう。3年ぐらい前にガンキロウに押しかけてアプリンに英語を習っていた赤松という侍がいただろう。そいつが香港あたりの英語の情報を手に入れ最後に吹き込んだんじゃないかな。国民議会も赤松の入れ知恵かも。赤松といえば今京都で英国歩兵連合の翻訳本を出し塾を開いてイギリス式訓練をしていると聞いた。その塾はいろいろな藩の侍が習いに行っていて、このままでは武器を売り込む前に国民国家と近代化した軍隊ができてしまう。どうしよう。大丈夫だ。そんな時のために長州の伊藤博文や井上薫を密かにイギリスに留学させておいたんだ。伊藤博文、伊藤俊介のことか。あの江戸のイギリス公使館を焼き討ちにしたやつか。ああ、人斬りもする乱暴者だ。しかし長州の彼らは力を頼むがもっと大きな力を見せつけたらへつらうようになった。今はいい友人だ。これが長州レジームというものさ。頼むよ。湿気でいかれそうな在庫の銃やら火薬やらをそのいい友人に買ってもらえたらな。任しとけ。全部売れたら祝杯をあげようじゃないか。その時は江戸の真ん中の店で。そうしよう。その4、アイヌとフランス軍事顧問団と。1867年春浅い頃、イギリス公使館のハリー・パークスの執務室。アーネスト・佐藤はパークス公使の執務室のドアを遠慮がちにノックした。入りたまえ。という声が不機嫌に尖っている。ミスター・佐藤、この間途中になっていた説明を聞こう。タイクーンは征夷大将軍という野蛮人を退治する役職で、私たちも蛮族なんだと。机を叩かないでください。この前も怒鳴ったので話が途中になったでしょう。怒鳴りたくもなる。私たちのどこが野蛮人なのだ。大名の中には下へも置かぬおもてなしをしてくれる者もいるし、ガンキロウならあんなに楽しませてくれるのに、一歩外へ出ると侍の刀に怯えねばならん。日本語の誠意の誠は退治する、意は野蛮人という意味だと申し上げたのです。日本の帝をいただく君主政治は、その昔よその国から侵入者がやってきて、そのもとに豪族が集まり一つの民族のようになったのが始まりなのです。その後アイヌや琉球などの野蛮人を征服する者に天皇が征夷大将軍という位を与えたのです。そのうちにだんだん武士が力をつけて
その代表としてタイクーンが前面に出るようになったのです。武士の中には私たちを蛮族と見て斬る者もいます。それがいわゆる攘夷派です。それでこれまで私たちが日本と有利な条件で貿易しようとしても誰が一番偉いのか分からず時間を浪費していました。それは天皇が宗教上の権威でタイクーンが世俗のすべての権力を握っていると思っていたからです。しかしタイクーンは天皇から力を委任されているだけなのです。今日本の開国を私たちの思う通りに進めるには古来よりの天皇の権威で国を統一するのが早道なのです。どういう意味だ。タイクーンの力がそれほど揺らいでいるとも思えんが。昨年タイクーンはフランス政府に軍事顧問団を送るように働きかけ、今年の初めに蝦夷の函館にブリュネやキャズヌーブラが到着し、幕府軍に軍事訓練を始めたと聞きました。それはとっくに知っている。遅れたフランスの軍隊など何するものぞだ。この絵をご覧ください。80年ほど前に蝦夷で反乱を起こし負けて帰順したアイヌの酋長の姿です。日本の絵師が描いたものだそうですが、大陸との盛んな交易で手に入れた豪華な三反錦を着て、その上にロシアのマントを羽織り、足にはブーツを履いてます。蝦夷を支配していた松前藩は制服の証拠としてこれを降格天皇に見せています。これで日本の権威の頂点が天皇であることがお分かりになるでしょう。そうか、それでタイクーンは征夷大将軍なのか。アイヌはこのメナシ、クナシリの反乱の時にロシアから武器の支援を仰いでいます。この時は裏切られましたが、今回フランスが訓練した幕府軍にロシアも加わり、アイヌが協力したら私たちは大きな困難に直面するでしょう。ここはタイクーンに不満を持つ者を支援して一気に天皇を頂点とした政権を作るべきなのです。フランスのロシ公使はタイクーンに肩入れをしているが間違っているというわけか。新しい時代を作るのです。新しい時代といっても実態は今の専制政治が我々に都合の良い独裁政治になるだけだ。そんなことを日本人が受け入れるかね。佐枝に梅太郎という変名で動いている男がおります。グラバーの下で貿易の仕事を学び、とても人気があるのです。彼に新しい日本の夜明けが来るとでも宣伝させましょう。佐枝に梅太郎、土佐を脱藩した坂本龍馬のことか。彼はカリスマ性がある。利用しない手はない。さすがよくご存知でいらっしゃる。フランスのロシ公使の花を明かしてやりたい。お任せください。佐藤は執務室を辞すると、廊下の暗がりで一人で笑いをかみ殺した。その後もう一度密談の二人。1867年横浜に停泊中のグラバーの持ち船の船室。すまん、こんな揺れる狭い船室で隠れて話をしないといけないなんて。いいよいいよ、日本家屋は牢屋じゃなく襖で開けっぴろげだから話が筒抜けなんだ。公使館じゃパークス公使が気にする。前任のオール国境と違って公使は短期で日本の役人を下に見て暴言を吐くので、穏便な日本語にするのに神経を使う。そのまま訳したら適当な内戦どころか全面戦争だ。あくまでも革命を成功させこちらの思う通りに動く政権と官僚機構を作らないと。革命もいいところまで来てるって本当か。うん、一時倒幕をやめたなどと抜かしていた薩摩の西郷もこちらについた。長州の伊藤博文は権威を利用するためなら手段を選ばないことが分かった。天皇を絶対的権威と崇めるなら
パレスを襲撃するなんてそんなことはできない。彼らは権威を相対的なものと見て自分たちのために利用できると考えているんだ。じゃあ我々もその考えを利用すれば楽に仕事ができるというわけか。それに引き換え京都守護職の会津の松平かたもりなんぞは頑なに天皇の権威を守ろうとする。伊藤博文は馬場の石ころにはならないんだな。私たちの目的は日本を自覚なき植民地、我々の属領にすることだろ。これから先100年でも150年でもこちらの思う通りにやっていける。それにしても赤松小三郎という男、五回生工場省などという建白書、幕府や越前薩摩の島津なんかに出していると聞いた。選挙で選ばれた議員が自由に討論する世論政治などとふざけている。おまけに人民平等だと。その影響なのか若い侍は議会政治について説明をしてくれなどという、他のイギリス人に聞けと言ってはぐらかしているけどな。はぐらかすに限る。こっちは今の専制政治を倒して新しい独裁体制の植民地を作りたいんだから。日本の女の地位がバカに高いのも気になる。女は結婚しても実家と縁が切れず経済的にも援助があるという。字を書ける者も多いし、赤松も高という妻を通じて佐久間正山と知り合ったらしい。そうなのか。赤松のような男がまかり間違って新しい政権で兵器を買い付ける役目などについたらどうする？それは困る。よくわからない者が担当になり、日本が自ら選んだように錯覚してこっちの武器を買ってくれないと。君は坂本龍馬を応援してやれ。僕は桂小五郎や大久保利通にも話をしてみるよ。桂には龍馬を剣術の試合で負かしたことでも持ち出して煽ってやろうか。彼らはきっと君から武器を買い革命に突っ走り、その先も良い友人でいてくれるだろう。本に切るよ。もう少しだ。お互いに力を尽くそう。うん。その6、1867年夏、7月、イギリス公使館馬場。アーネスト佐藤は馬場で新しい馬を鳴らして馬房へ帰ってきた。そこへアプリが近づき、馬を馬房へ入れるのを手伝いながら話を始めた。ミスター佐藤、今日は帰国の前にお礼とともに一言申し上げたいことがあります。なんだ？兵を大切にしてほしいのです。俸給を上げるか酒の支給を増やせということか。パークス卿にはお伝えしてある。兵の命を大切にしてほしいと言っているのです。これまで日本との交渉は思う通りに進みませんでした。パークス卿は関税を 20% から 5% に引き下げさせましたが、どうも我が国は薩摩や長州に武力攻撃をさせ、それをきっかけに言いがかり外交をしているようにしか見えないのです。言いがかり外交？名分外交と言ってくれ。私も文官とはいえ艦船に乗り砲撃を受け、軍人が戦死する瞬間も目撃した。日本の街中で刀で我が国の人々が殺され、下手人が処刑されるところにも立ち会った。あなたは戦艦を攻撃させ兵士に犠牲が出ると、それを口実に外交を有利に運ぼうとする。兵士の命など彼らのママぐらいしか気にしない。大切な命です。外交の道具にしてはならない。君は兵士のママか？今我が国の外交は大切なところに来ているんだ。一つ質問があります。英語のできる日本人が少ないと不満を漏らすのに、どうして私が英語を教えた
赤松小三郎にはお会いにならないのですか？それは外交官の立場として中立を保たなくてはならないからだ。彼は誤解性向上書なる憲白書を提出して回っているそうだ。会津藩の山本角馬とまで知り合っているそうじゃないか。赤松はイギリス式軍隊の訓練をしたり、世論政治という選挙で選ばれた議会制度を塾生に教えているそうです。それも我が国の優れたところを英語で学ぶ能力があればこそです。日本人にそこまでの英語の能力はいらない。日本人には教育はいらないというのですか？アプリン大尉、君も女王陛下の軍隊の一員であることを忘れるな。誰から俸給と身分をもらっているかを考えろ。しかし誰の命も大切です。帰国の前に申し上げておきます。うん。しかし馬場に転がる石ころは怪我を防ぐために事前に取り除いておかねばならない。何ですか？いや何でもない。無事の帰国を祈る。帰ったら手紙をくれたまえ。わかりました。エピローグ。東郷寺の石碑の前。こんにちは、東郷平八郎です。私の石碑立派でしょ。私は薩摩藩の下級武士でしたが、赤松小三郎先生の塾でイギリス式兵学を学び、日露戦争で勝てたのも赤松先生のおかげと思っています。私は昭和9年に他界しましたが、今新型コロナウイルスの蔓延で日本が大変なことになっているらしいので、心配になって令和のように出てきちゃいました。日本の国防どうなってるんでしょうね。今の政府はイージス・アショアをやめて敵基地先制攻撃の議論なんかを始めようとしてますよね。今は国民の命が大切なんだから、その予算を感染症を防ぐために使えばいいのに。赤松先生なら何て言っていたでしょう。そうそう、上田藩士で老中の松平忠方さんなら何て言っていたでしょう。え、忠方さんなんて教科書に載ってない。私のことは載ってるんですけどね。勝てば官軍ってことなんでしょうか。知れば知るほど赤松さんと松平さんは歴史の教科書に載せるべきだと思いますね。何せお二人とも合理性と情の人ですから。みんなが平和で幸せに暮らせるように考えてくれたんじゃないでしょうか。じゃあそろそろコール&レスポンスいきますよ。私がコールしたら皆さんは赤松さんと言ってくださいね。専守防衛、赤松さん。世論政治だ、赤松さん。殖産工業、赤松さん。通貨改革、赤松さん。教育大切、赤松さん。栄養摂取だ、赤松さん。普通選挙だ、赤松さん。あ、ここからちょっと忠方さんで行ってみましょう。労働条約、関税自主権、日本開国、最後は赤松さんで締めましょう。立憲主義だ、赤松さん。人民平等、赤松さん。ありがとうございました。歴史ドラマ小三郎伝工場作、港香織。声の出演、新井仁、森山隆、大谷俊之、氏家信。ナレーター、編集、三輪和音。制作協力、新宿アットシアター。早水祐介、熊沢玲奈。